今日はですね、東京オートサロン、2023年ということで、私はね、行ってませんが、ちょっとね、ホームページの方を見てみようと思います。ね、これですよ、これ、HRC の、シビックタイプ R GT が出たということですよね。これまだコンセプトモデルということで、これが実際走るわけではないみたいなんですが、まあほぼほぼこういう形で出るという感じなんですよね。この HRS ってね、なんかバイクのレースのねイメージありますけど、四輪も一緒に、なったということなんですよね。っていうかねかこれすこぶるかっこよくねえかこれこれちょっとまずね、これテールランプとかは実際はこれ光らないんでしょうね。絵で描いてるような感じになってます。で、フロントのこのフェンダーの出方。ねえ、かっこいいよなぁ。なんかモリモリしてる。ねえ。やっぱベース車両はシビックタイプ R なんですけども、もうほとんど中身がごっそり違うような感じですよね。っていうかね、スーパー GT の車両はずっと NSX でしたよね。それが今回、シビックタイプ R ベースになったということですよね。これな、かっこよす。いや、このカラーリングもいいよな。これなんかトリコロールカラーで、この HRC のカラーリングなんですかね。まあ、このフロントのこのグリルの部分、この辺ぐらいは流用してんのかなって感じですよね。いやー、これはちょっとね、見てみたいわな。私ね、あんまりそのリアルレースといいますか、こういうのあんまり興味はなかったんですけど、まあ実際に私が購入したこの、シビックタイプ R、これがね、走るってなるとね、ちょっと見に行ってみたいなっていうね、そんな興味すら湧いてきましたよね。なんかやっぱ男心くすぐるデザインですよね。うん。東京オートサロン2023年ホンダブースのプレスカファレンスで発表された車になりましたと。で、これですよね。スポーツ EHEV ということで、まあ、ハイブリッドカーなんですが、スポーツ推しで、販売しておるこのシビックですよね。これ EHEV。これ見て、これほら。リアスポ見てよ。これホンダアクセスの純正パーツなんですよ。これホンダの純正、エアロシステムということですよね。ホンダシビックタイプ R は、ここがね、アルミのダイキャストで、リアスポイラーがつく感じになってるんですが、これはちょっと違いますよね。この、普通の、このシビック用の、このリアスポイラーが、今回出たということなんですかね。これ販売されるんですよね。これ、いいよな。これ、すぐね、今、シビックタイプ R の、この似たようなリアスポイラーホンダアクセスのやつね、これね、車両以上に売れてるっていう話なんですよね。車両の数よりこのリアスポイラーの方が売れてると、数が多く出てるということなんですが、それはね、転売目的というよりは、ひょっとしてこの普通の、シビック 1.5 リッターとか2リッターハイブリッドね、それに乗ってる方がこのリアスポイラーなんとかつけようと思って買ったんじゃないかなっていうね、そんな予想すらしますよね。まあ、それが今回、出るかなという感じですよね。これもう出ますよね。ね。で、このほら、下の部分、ここもちょっと違うよな。なんかこういう貼れるスペース、貼れる、交換できる、このバンパーの下の部分ね。やっぱね、シビックってこの辺がちょっと樹脂感が残ってたりしてたんで、これは非常にいいなと思います。で、側面もね、ほら、タイプ R みたいな感じで、ほら、ここ一緒よ、タイプ R と。ねえ。ちょっと前も見てみる。ああ、フロントもちょっとほら、こう、かっこよくなってるよ。これ今青なんで、ちょっとわかりづらいんですけど、これ白い、シビック買った方は、これ、フロントのね、スカートつけたらめっちゃかっこよくなると思う。いや、いいんじゃないこれ、いいんじゃないまあ一応これ、コンセプトモデルって書いてますけども、まあなんか人気があったらこれ出るんじゃないですかね。フィールスポーツを、デザインテーマに速さを競うスポーツではなく、日々車を使うシーンで、スポーツを感じ、走る楽しさやワクワクを感じさせる心躍る形を、ホンダ純正アクセサリーにより表現しているということですよね。
なので、まあ、ガンガン、サーキット行って走るっていうよりは、本当にね、街中で楽しんで乗るという感じでしょうね。いや、私はね、これぐらいがちょうどいいと思います。本当にね、楽しいですよね。やっぱ、自分の車カスタマイズすると。はい。続きまして、ZR-V ですよね。こちらも、パーツが出てます。これもね、コンセプトモデルということなんですけども、まあ、こちらも同じフィールスポーツですよね。まあ、より楽しんでカスタマイズして乗るという感じです。ほら、フロント、ちょっとちゃんと見ていくよ。フォグランプの、これはね、前からありましたよね。どの部分？このエアスカートのところかな？ここかな？ね。なんかね、このグリルが結構、特徴的なんで、この辺も変えて欲しかったなと思いますね。なんか無限で出てたかな？あ、後ろはこれリアスポのところがちょっとかっこよくなってる。これね、大きくなってますよね。で、下のところもちょっと黒のグロス塗装。これ前からそうやったかな？なんかわからないぐらい、なんか自然な感じですよね。やっぱ大人びてるよな、ZR-V はな。なんかカスタマイズしてるかしてないかわからないぐらいの、ね、ちょっとパッと見は大人しい感じなんですが、まあより大人っぽく感じますよね。無限がありました、無限が。ね、ほらほら、横グリルですよね。このフロントグリルがやっぱね、いろんなパターン出してほしい。これね、海外モデルはなんかハニカムでしたよね、最初ね。あれはあれで良かったんで、なんかパーツとして出してほしいけどな。あ、で、これはかっこいいわ。このほら、下の、ここほら、刃みたいにクイクイってなってる。これぐらい変えてくれると、あ、変わった感あるかなっていう感じはしますね。あ、これホイールもだいぶインチアップしてるな。大きいのついてますね。まあ、ちょっとより個性的にはなるかな。このシールとかね、ステッカーとか。まあ、ちょっとやりすぎてる感はあるか。このテールランプのこれ、何これ、この、こういうの、なんかね、デザインというよりは、無限さんですから、やっぱ空力と言いますか。ねえ、その辺考えられて作ってるんだろうなと思うんですけど、ちょっとこれはどうでしょうか。なんかね、悪魔的な、なんか感じに見えますね。悪者感がちょっと出てます。あー、で、これほら、マフラー4本出しになっちゃってますよね。すごいな。このマフラーは結構売れるかもしれないですね。意外とね、おじさまたち、マフラーいっぱい出したいっていう方、結構いらっしゃいます。エモーショナルアーバンスポーツっていうね、コンセプトになってるみたいですね。エモーショナル。まあ、感情的なとかそういう意味ですよね。まあ、無限らしいスポーツさを高めるエアロパーツですよね。で、無限ブースではスーパーフォーミュラーも出てたみたいですね。いや、これすごいよな。これなんか、先着で乗れたっていうね、話もあります。ちなみにこれがスーパー耐久の、タイプ R ですよね。かっこよす。あ、で、これね、無限の、FL5 のパーツがコンセプトとして出てるということですよね。いや、これはね、ちょっと高級パーツになると思います。まあ、無限のね、パーツって本当にね、高いんですよね。このボンネットだけで一体いくらするでしょうね。100万超えすると思います。ね、かっこいいんですけどね。このフロントの、これなんかもう、当てて割りそうなぐらい大きい。で、リアスポね、こんな感じか。リアスポもこれ前のやつ、確か100万ぐらいしましたんでね。あ、見てこれ。一本出しになってるマフラー。あえての一本出しってどういうこと？三本出しだったんですけどね。いや、これいいな。これ実写見てみたいな。いや、これちょっと行ってみたかったな。今回ちょっと行けなかったんでね。大阪でまたやると思うんで、まあ、ここまで車両は出てこないと思うんですが、ぜひ行ってみようと思います。で、オートサロンね、他に気になったのが、これトヨタブースですよ。見て見てこれ。この右側ね、これ86ですよ。レビンとトレノですよね。これね、やっぱさすがトヨタさんというか森蔵さんというかね、トヨタ秋夫さん。昔のまあ言ったら旧車、今まで乗ってる車をまあ再利用してるということですよね。左側のこれはトレノが水素エンジンですよね。水素エンジン車なんですよ。つまり元々あったエンジンを改造して水素を入れれるようにして走ってると、まあ要は内燃式には変わりないんですが、使ってるエネルギーがガソリンから、水素になったということなんですよね。で、下の、レビンは、
電気自動車ですよね。電気自動車って書いてますね。EV ね、EV って書いてますよね。やっぱりトヨタはやっぱプリウスが早かったので、やっぱこういう電気っていうのがかなり強いんですよね。 EV が強いです。この EV の方の AE86 に関してはかなり、完成度の高い速い車になってるということですよね。で、水素エンジンの方はまだまだ開発が、必要だということで、走り自体はやはりこっちの電気自動車の方がいいみたいですね、現時点では。で、日産ね、これ GTR ね、これまだ販売するんですね。ね、限定車両のはずです。これ出るんでしたら抽選間違いないですよね。で、これ形がちょっと変わりましたよね。フロントのところが、ね、この開口スペースがちょっと小さくなったというか、横にラインが入りましたよね。これ、最初ね、パッと見たとき、うわ、なんじゃこれと思いましたけど、ちょっと見慣れてきました。ね。このハニカムのライトがついてたりとか、ね。だいぶデザイン的に変わりましたよね。ちょっと未来チックというか、そんな感じのデザインになってきました。で、こっちはニスモ仕様か。これは高いでしょうね。販売価格2000万近くするんじゃないですか。こんなん抽選が当たったらもう宝くじに当たったようなもんですよね。で、最後にこの三菱、これデリカミニっていうのがね、実は出たんですよ。これ車両自体が新しく、発表されたということなんですよね。これ販売されるらしいです。ね、ほら、デリカミニ。かわいいよな。これが、これ何？コールマン？コールマンとね、コラボしてますね。で、これは、スノーサバイバー。へぇ、サバイバー。あ、これがデリカですよね。デリカ D5。もう、ほら、これ可愛くない？これ。こっちの方が良くない？なんか。私結構小さい車好きなんで。あ、これ可愛いな。これなんか、目がね、可愛いですよね。あ、これなんか売れる予感。ちょっと詳しく見ていく？ほらほらほら、良くない良くない？これガソリンよね。660cc よね。あ、いいんじゃない？これ。なんかね、内装も、なんか防水加工されてる布地を使ってたりとか、結構やっぱ SUV 向けの車になると、まあ、軽スーパーハイトワゴンにはなるらしいんですが、まあ、だいぶ、クロスオーバーを、意識してるという車ですよね。あ、かわいい、かわいい。これは出るんかな？これは完全にコンセプトモデルと、だと思うんですが、コールマン、ね、この色目、最近こういうね、ちょっと、アーミー的な、ね、そんな色が流行ってますよね。で、これスノーサバイバーね。あー、へー、上こんなんなん。まあ、なんか四駆なんでしょうね。タイヤも、なんかスタッドレスタイヤとか。はしごいいよな。このはしごで上に乗れるんかい。はい、というわけで東京オートサロン2023、ホンダブースどんなかなっていうので、見てみました。今度ね、大阪の方に、まあ、これが、車両が来るかどうかわからないんですが、来たら見に行ってみようと思います。いや、しかしね、今年はこのタイプ R、本当にね、楽しみにしてますよね。早く車両が来ないかなと、ワクワクドキドキして待っております。私のチャンネル面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで東京オートサロンはどんなんかなでした。じゃあね、バーイ。